皆さん、こんにちは、こんばんは、庶民チャンネルでーす。いきますよー。あ、ディクシ、あ、ディクシ、あ、ディルルルルルルディクシ。皆さん、雪見大福ご存知でしょうか？前の動画でもあげたんですけども、雪見大福大好きなんですよ。そしてね、雪見大福の新商品がコンビニで出たっていうことで、紹介していこうと思います。この雪見大福新商品っていうのはこちら、こちらでございます。雪見大福みたいなパン、こちらね、以前発売されたみたいなんですけども、それがリニューアルされてですね、プニプニ食感がさらに増してるということなんですよ。はい、まあ、どんなプニプニ食感なのかということを今から食べて証明していきましょう。では開けてみましょう。袋は開けました。こちらですね。はい、ではね、中確認していきましょう。ほっ、中開けてみると、あ、クリームが、早速クリームが出ましたね。中から、え、雪見大福やん。え、雪見大福が出てきました。え、ちょっと食べてみますね。雪見大福や、うん、はい、ということで少し茶番が過ぎました。中にちょっと雪見大福裏に仕込んでました。はい、実際食べていきたいと思います。なんかね、実際こういう形になっています。クリームがいっぱい、一応なんかバニラ風味のホイップと、なんかもちもちした外の食感、パンのとこからかな、パンのところがもちもちしてるみたいなんで、ちょっと食べてみましょう。めっちゃもちもちしてる。うん、美味しい。いや、こちらも食べていきます。雪見大福がちょっと、あんまり雪見大福感はなかったんですけど、中がもちもちしておりまして、クリームがとても甘くてすっごい美味しい。個人的には大好きです。またね、まあ、あったら買おうかなと思います。皆さんもよかったらコンビニで探してみてください。ファミリーマートで売ってますよ。今回は商品は知りません。はい、てなことで、雪見大福の、いや、雪見大福みたいなパンのレビューでした。明日はまた違う何かのレビューをしていこうと思うので、よろしくお願いします。そしたら庶民チャンネルでした。またねー。